どうも。いや、さすがに今日はアンジュさん忙しいでしょ。だって公園やん、今日。見に行きます、見に行きますよ、今日は。違う、アンジュさんを見に行くんじゃなくてシオンさんを見に行くね。そこ間違えたかな。ひかるちゃんに会うてさ、あれやりたいねんけど、野球の観戦レポートを書きたいねんけど、あかんかな。首に冷却リング巻いてます。いいな。昨日のルームスどうだった？昨日ルームスしてないで。アンジュさん、アンジュさんじゃない、シオンさん。あかんわ、もう。ちょっと、ほんまにシオンさん見に行くわね。ほんまに、ほんまに見に行くねん。あれ、高校ってどう書く？あれ、もうあかんわ。ああ、もうおかしなって思ってる。高校ってどうやって書く？ああ、いけたいけたいけた。こう、あれ、違うな。あれ、こう野球当てるか。よし、これでよし。昨日発表な、予想してた。前髪くくって、おいおい、これ今日はもうシオンさんのやつ見ねえから、もう終わってんねん今日は。高校もがらは喋られんかった。読もうと思ったのに喋られんかった。野球見に行けへんで、見に行けへんけど、なんか野球のツイートしてたから、なんか今やってんのかなと思って。やってるんやったらどうなったかと、なんか軽く感想を教えてもらえばと思って。また近々来る時ないんかな。おお、台風で公園行けないけど、11日の当選通知が来た。やったー、さくちゃん丸言って。もうか、カエルでさくちゃん丸言ったらちょっとドキッてするからやめて。怖いわ、ほんまに。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。怖い、ほんまにびっくりするやん、やめて。ラッキョウ好きかわいいな。かわいいな、かわいいわ。ラッキョウって食べたことあったっけ？ないかも。食べてみよう。かわいい。あ、じゃ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 、画面、あ、画面ちゃうわ。もうコメント違うのと混ざってまちゃうよ。あ、2つ台風、えぐいな。なんかそれたくない？それたって言ってなかった？また来るの？2個目来るの？ 2 個目来るの？やばいね。11、おお、公園当たってた。台風もうそれたって言ってたけど、2個目もう一回来るってこと？なかなかすごい天気ですね。違うな。イエスでした。ノーって言ったけどイエスでした。やめてくれよ。さっき黒島に上陸した。あら、それはガチの方なのか。
期第6と第7やばいな。関西直撃。なんか今日担任とさ喋っててんけどさ、あのフラッグちゃうわ、なんで急にフラッグ、学級機書いててんけどさ、それたらしいですよねみたいな話してたら、なんかじゃあそれたみたいやでって言ってたから、それたんやと思ったけど、もう一個送んの。あ、全然来てほしいけど帰られへんくなったら終わりやで。線状降水帯って出ます。あかんや全然ちゃうやん、おもろ全然ちゃうやん、おもろ、奇跡的に。あ、なんか帰られへんくなったらだいぶやばない。ホテル確保できるとかやったら来てくれたら嬉しいけど。学級機ってどんな？うち4組で黄色やねんから、なんかなんやろ、誰が書いたんか分からへんねんけど、書いてって言われたから今日黄色乗ってきてんけど、黄色ところだけみたいな感じで、何の絵かあんまり分からへん。とりあえず黄色乗ってきた今日。黄色と黒のやつ。7号直撃やばいな。行けたら帰れる。なるほど、行きがやばい。一回さ台風の時さ電車乗ってさ全部遅延みたいなやつやってさ、初めてやった。そもそも活動始めるまで電車一人で乗ったことなかったから、そうなんと思って、なんかそんなことあるんやって。遅延自体が初めてやったから、1分2分の遅延はあるねんけど、ちゃんと遅延、赤く表示されて遅延が初めて見た。阪神タイガースやんか、おもろ。でもなんかトラとかじゃなさそう。なんか何の絵なんやろな、何か分かれへん。モチーフ教えてくれなっぽいことができひんねんけど、なんかこれこんな感じって言われたけど、どんな感じって思ってた。一人で電車乗れる、そりゃ毎日お母さんには、あ、でもゆきのちゃんはお母さんかどうか分からんけど、お迎え来てる、かわいいから、たまに一緒にさあそこまで行く、ゆきのちゃんのお母さんのお迎えのとこまで行くってなったら、たまにペコ落とすとき、かんさんギフトありがとうございます。新大阪行きは動かないっぽい、新幹線九州から新大阪。やって天気や地震、あーやばいな。7が直撃、大変やね。でも私らも行けんのかな、なんか出る側が行けるのか、そもそも出れるのか問題。本棚かな、これ合ってたらすごいな。知らん、どこれ、イベントの日程出たな、予告通り秋やったなあー、地下の劇場に水流れ込まないか、確かに地下やな、大変やん、大洪水やあれ7月、あれ8月、8月8、お話し会楽しみ。服どうしようかな。
何着よう。またメンさんギフトありがとうございます。インポッシブルって何やったっけ。聞いたことはあるけど意味わかれわからない。またメンさんギフトありがとうございます。握手会とはまだ発表されてない。あー確かに大阪2日目が社名会。へえ。で大阪の幕張の初日のやつが握手会。なるほど。ああ多分ってことか。発表されなかった。なんか見てたけどようわからなかった。あのライブのする日かと思ったらお話から話やった。なんかついていけなかった。予想？なるほどね。うん、不可能。なるほど。へえ、ありがとうございます。不可能？へえ、不可能？え、あ、読み方は合ってるかわからんで。不可能？せっかくやったら可能にすることなのに。やった AKB の本屋あるらしいから本屋の本店のお宅してる友達やったありがとう。渚さん卒業。なんかなー、もっとお仕事の幅が広がるからさいいなぁとは思うけど、なんか持ってほしかったなぁって思う。あ、握手会まだ手袋すんのかな。それか分からへん。文化祭みたいな屋台で、楽しそう。やりたいやりたいやりたいねんけど、え、B2 そんなん無理かな。やりたいって。オンライン確実やから。クリア読まれへんかった最後の方。やったね。まっとくわ黒島。ちょー広島間違えた。あれ逆だね。全然違うね。爪伸びてきた。ネイル変えようかな。伸びた。伸びんの早っ。めっちゃ伸びんの早い。あ、めっちゃ伸びんの早い。すごい聞きたいな。めっちゃ伸びた。
にちは、はじめまして。ツイッターのリプ見る人、うちは載せる。あ、なんかな、もうな、リプっていうよりハッシュタグで黒島さくらってつけてか、名前をどっかに入れてやってくれた方が見やすいかも。なんかエゴサするときにするねんけど、あの名前で調べたらそっちの方が出やすいかも。コメントも見るねんけど。ジョンさんギフトありがとうございます。うちわとかめっちゃ見てるで。このペンギンかわいいみたいなこれかわいいってなる。ジョンさんギフトありがとうございます。とかちゃんとあの私が紹介した本を買ってくれようとしてて、これ5冊もあんのみたいなツイートとかめっちゃおもろいでちゃんと調べてくれてるみたいな、おもろい。ちゃんと見るタイプの人です。うん、あれ全然違うとこに点つけちゃった。今日の公演はアンジュさんのうちを持っていくべきか、黒島ちゃんのうちを。両方っすね、両方あるなら両方で。いやファンの人がしてくれるのはいいよ。黒島がしてしまったらうまくなっちゃうのでもこんにちは。カエルにすんの忘れてた。アイコン、アイコンっていうか何、アバター。今日な、小学校の時に読んだことある「オールミッション2」っていう本をな、学校のなんか何、教室やけど授業の教室と違うなんか物置みたいな教室のとこに置いてて、あ、これ読んだってなって、「これ読んだことある」って言ったら、熊さん先生、あの数学の先生がおってんけど、だからなんか、ああこれ気になってるけど読んでないです、あ気になってるんやこれみたいな思った。気になるんやな、読んでなさそうなタイプの本やのに。熊さんとか全然読まなそうな本やのに気になるんやな。もう紹介したいスルーされたら事故。確かに、うん、私のうちわーって振って気づかんかったら意味ないな。うん、ペンライトを水色オレンジ紫で持っといたいじゃん、こうわーってで、うちは持っといたらもうすごいことになるか熊田さんの腕わーはーかわいい。お花が可愛いねんこの子は。わかる？お花が、このお花が可愛いんだよ君は本当にもう。かわ、でっかいお花やな。可愛いな。どこ見てるの？可愛い。うちは見やすい。でもペンライトも見つけやすいけどな。一番後ろのわーって振ってくれてたらめっちゃ見やすい。あの自己紹介の時に大きく振ったらこれ刺される率高いで。ぬいぐるみをナグルトかな、あれかよ、見たことあるぞ。殴られウサギや、あれやな、ピンクの N ちゃんのN ちゃんのやつやろ。 N ちゃんのなんかやったら、なんかおったやつ、おった、お説明下手すぎ。なんか見たことあるで。なんか、なんか、なんて言ったらいい？ DMO みたいな感じで言われへんかな。
ケレヨン、ケレヨン S ちゃんケレヨン S ちゃんあるやん、ケレヨン S ちゃんな、ケレヨン S ちゃんさ、なんかあれなんよ、何の話やったっけあの たまにある怖いやつとか好きやった。あのなんかさ、学校に夏休み明けで行ったら誰もおらんくてみたいな、石になって教室の上にみたいな、あれ好きやった。見たことないフフフ、広島のうちは反応してくれる。え、なんかちょっと恥ずかしいから嫌や。なんかさ、自分の写真あんま好きじゃない。ネットフリで DM を電気検索してた、おもろ。今私もさっき見てたわ、日本見かけの DM が2本あってんよ、半分くらい両方見れてんけど、だから半分ずつ見た、計1本くらいかな。上田和樹さんに2人と全部で眠くなって寝ちゃって、そう眠かった。最近夜全然寝られへんねん、日付超えるやん、3時間くらい経つね、まだ眠くない、どうしようってなって全然寝られん。あー、ピンクオレンジ水色のペンライト、そしたら誰と、うん、あやぴょんと、私は私かな、私かなとか思って私かなとか思ってめっちゃ手振ってみる。あやぴょんか私かなって思うかも。ピンクとオレンジ取ったっけ。やよいちゃんとかピンクとオレンジだったっけ、違うか、ピンク、ピンクなんかペンライトカラーってなんか覚えにくくない。あやよいちゃんおったよな、あれもなオレンジやもんな、よかったギリギリで答えれてやめちゃんか、でもあやぴょんかなって思う、あやぴょんか私か上田和樹さんギフトありがとうございます。あ、やっぱりピンクとオレンジ、よかった。いやー、オレンジであはるかさんやって連想してたから、オレンジ入ってたような気がすると思って、でもピンクのイメージ強いからどうやったっけってなった安住さん、かわいいよな。今日久しぶりにさ、あれ、くまさん先生と喋った、この数学のふふふ、右にあるもんってなんやねん、家三軒と公園しかないやんけ、公園をかけと、ほう、公園をかけと言われました。ペンライト3本で、あー、3人の色を表せる。なんなら紫とか入ってたら、ゆきのちゃんプラス紫と水色でジオンさん、あと紫とオレンジでアンジュさんと、オレンジと、まあ、あともう1色いけるから4人もいけるで、いっぱいいける、あの2色同じ人とかおるやん、からいっぱいいけるフフ、今日忙しい、しおんさんとあんじゅさんと倉島おもろ、先生も仕事してます、真鍋さんはアンジュさん待って、何が言いたかった今、真鍋さんは B2 おらんけど、それはそうやけど、いっぱい表せるよってねあ、モール信号も覚えられそうです。あー確かに、今最近やってないな、でも光るやつがない、今光るやつがあったらよかったけど、アンジュさんは
真鍋さんとアイジュさんいや、いつもアイジュさんって言うからさ、真鍋さん言ったらまたなんか、またなんか違う区切りになったんかも、今自分の中で真鍋さんとアイジュさんおもろいなこんにちは。いやー、なんかおはようブレた恥ずかしいなバレたんめっちゃ恥ずかしいな。え、普通に考えたらめっちゃ恥ずかしいやん。どうしよう、アンジュさん好きとか言うてさ、なんかおはようブレたとかに3つ設定しててさ、なんか恥ずかしい。上田和樹さんギフトありがとうございます。急になんか公開処刑された、悲しすぎん？嘘やろ？普通に考えたらなんか恥ずかしい。なかなか恥ずかしい。若菜さんでよかったけど、ほんまに若菜さんでよかったけど、若菜さんじゃないショーってやってたらどうしようって感じだったけど、よかった若菜さんでよかった、ほんまに恥ずかしい。さよなら秋は、じゃあね、さようならじゃなくてさよなら秋、違う挨拶設定するしか。いやーなんてさ、他ないもん、黒島なんもないもん。なんかあったらそれにするで、でもないねん、ないからおはようグルトになるやろもうで、最初の挨拶やからさよならきはないやん。さよならきはかわいすぎん、ラキを好きになかったからかわいい、かわいい、ほんまにかわいい。ダンスユニットのさ動画でもさ、頑張るんばって言ってさ、なんかちょっと一瞬うってなって、なんか可愛かった全然それまで喋らなかったのに急に頑張るんばって言って可愛い。こんにちはのパターン作らないの？いや、アンジュさんに聞かない、ない黒島はそういう能力はない。もうめっちゃ可愛かった。もう間違えたの、めんどくさい、消すの。あー間違えた、もう間違えたの、消すのめんどくさい。書けなくなってきた文字も、書けない、よしできた。ゆきのちゃんもいるから、あかん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 、ダンスユニットはほんまにあかん、ほんまに一人だけ浮くからやめて、ダンスユニットはほんまにあかん、ほんまにあかん。あなたの部屋や家にあるもの、ま、全然窓のそばじゃないけど、窓のそばに本棚がありますって書こう。全然窓のそばにないけど全然真逆にあるけど、いいよ、真逆にあるけど。近くに本棚があります。なんで嘘書くん？いやだって
ちゃんとまともに書ける単語が入ってるのがそれくらいやったから。いやだってさ、わからんもん。なんか女のくらいしかわからんから、反対でもそうするしかない。へえ。お、なんかさ、英語ってケイトって名前よう出てくるくない？わからないって返したらあかんかな。鍵？鍵は机の中。何色のカバン？茶色。あ、これカバンやったん？鍵穴かと思った。漢字読めなかったな。もうわざわざ言わんといて。女房とかの棒じゃない、なんか工房じゃないな、なんていうの。なんていうの、なんていうの、なんかそんな感じじゃないの。もう宿題です。一個終わったの答えなくない？これ答えないでいいの？知ったことあ、あるじゃない、絶対にあるでしょ、あるでしょ。まあいっか。そば、あれあれあれ、なんかこんなんなかったっけ、空棒みたいな。なかった、あった気がするね。ない、ほんまに。あったと思うねん多分。これ英語かな、あった、あ、答えあるんじゃない。ハイキングをする、ってこれじゃない、違うな。これじゃないね。人生に答えなんてないんですよ。確かに確かに確かにね、確かにね。英語もう一枚あんねんけど、なんやねん。マークがつく人はルーツが入るランド、アイランドに見えた。今文字を書くことが少なくなってるから漢字忘れる。確かに、いや、そもそも知識がない。もう名前書くのめんどくさい。もうクロちゃんでいいかな。クロちゃんだ、おーって書いといたら大体誰かわかんちゃう。2年48、もう分かれへんもん、適当でいいよもう。分かれへんよ分かれへんよ。エンジョイじゃないし、全然エンジョイじゃないし。たけたけたけ。ええ、知らんよ。おー、倉島さんに覚えてもらうこと全然覚えてんで。
全然覚えてるで。ショールーム来てくれてる人はよう覚える。ただ会ってなかったら顔と一致せえへん可能性があるから、お話し会来てくれたら分かる。特にオンラインの方が分かりやすい。名前書いてるから同時に覚えれるから、オンラインに長時間おったら余計に言うたかな、めっちゃ分かりやすい。モイストって何？何聞いたことある？もういいわ。早く舞台の台本覚えろよって言ってみて、もう最悪、もう赤はほんまに赤、ほんまに赤。あー、完全に一致を目指します。なるほどね。お話し会が一番覚えるかもしれん。オンラインの名前、オンラインの名前変えんの？オンライン名前変えたら分からんくなるで。カッコでショールームの名前つけたら分かるんじゃん。なる兄さんギフトありがとうございます。そう、オンラインが一番覚えやすい。ただオンラインでその時参加した名前で覚えるから、またショールームとは別人かなってなっちゃう。極力は覚えようとするんですけどね、覚えようとはするんですけれども、逆に覚えてる人が違う方行ったら、あってなる、あっち行ってるみたいな。ペンライト違う人のやつ持ってるんやけどみたいな、なんかうわあっち行ったってなる、あっち行ってるうわってなる。わからない。ひらがなで書いて、ああ全部入らん、なるほどね。10文字なん？短いな、なかなか短い。コーナーさんギフトありがとうございます。ペンライトは4本必要と学んだ。そうね、若菜さんも振るもんね。確かに、あっち行ってええんか、あかんで。どうした、何があったんや。オンラインでどこ行った、あ、オンラインはどこ行ったかわからんな。ショールームとかは隣で見せたら、あっち行ってるみたいな、あっち行ってるみたいな。オンラインはわからんよ、わからんからっていろんなとこ行ったらあかんで。倒しやった、やった。ボブは今日がボブラッキョに見えた。ラッキョな、ラッキョ、ラッキョ。おもろい。ジュニーまでは楽しいらしいから。おもろいや。そうなん、じゃあ私全然タン押し？あれ？分からへんくなってきた。うん、隣の人やったら分かる。ラッキョ？へえ、じゃあラッキョって書いとこ。ボブは今日がボブラッキョに見えたから、ボブはラッキョにしときます。ラに見えへん、ボブラッキョ。これ学校の先生気づいてくれるかな。今度の握手会はアンジュさんとか行く？まあ平平体の人ならまだ信用がある、信頼と実績があるんで行ってきても、まあアンジュさんやしな、いやアンジュさんやしな、でもアンジュさん可愛いからな、どうしよう、支援されたら。ボブだね、白い人。ここに書いてるやつ。今日めっちゃ試したな、可愛い。
ほんまに可愛い。マストやって。マストビーナウやん。うえなんか M すごい方だった。3つ山あんねんけど。モザイクって見えた。もうやばいわ私、全然あかん。もういいかな、この順番通りにやろう。あれ、分からへんわ。8月19なんか決まったね、なんか決まったね。なんか出そうじゃない、黒島出そうな気がする。おうサンクちゃんの話しに行くね。やった、嬉しい。いやでもなうん、19出そうじゃない、出そうやなって思ってる。声かからんかったら出えへんけど、声かかりそうな気がする。なあ出現率もう喋られ、出現率の高さ。めんどくさいよ、やだ、分からなくなってきた。分からん英語ほど面白くないものはないよな。分からん言語か、分からん言語ほど面白くないものはない。くそー、19は京都や。いいな京都、いいな。遊びに行くわけじゃないかな、いいな。あれ、あー15から仕事、うん、ひかるちゃんそんな復帰早い？まだか、全然まだかなって思ってた。もう覚えてんのかな。遊び？いいな、京都行きたいな私も。もう京都行きたい京都行きたい、京都行きたい。もう京都行って遊ぶプランを勝手に考えとこう。行く予定ないけど、うーんうーんお見送り会お見送り会、私な、なんかお見送りってなあんま喋られへんのよな。ペンライト持ってくれてたりしたらちょっと深く頭下げるけど、基本はあんま喋られへんのよ。自分は買い物は大阪より京都派。へえ、買い物京都であんましたことないかも。6まで京都行った、いいな。もう行きたいねんけど、連れてってや誰か。行きたい。あなたが好きなことや楽しむことを同名詞を使って書きましょう。ピアノを弾くっていう例がある。ピアノを弾くって書いとこう。バーベキューや、バーベキューや何、バーベキューや何、バーベキューや水泳、水泳、こう、あ、びっくりした、めっちゃ寒いとこかと思ってびっくりした。
瞬発力。あーそう、しかもさ公演終わりってさ全然目見えへんねん。あーどうしよう見えへんみたいな、めっちゃ見たいけど全然見えへんから後で探す、ツイッターとかで。あツイッターちゃうわ、 X か。コーナーさんギフトありがとうございます。よし2枚目終わった、わーい。全部合ってないと思うけど、全部合ってないと思うけどいいや。数学もある、明日やろ、明日、あ、じゃあ明日来んや。で、明後日はまた違くて、しあさって公演で、その次がお休みか、その次やろ。ととえもんさんギフトありがとうございます。ショールームそろそろ終わろうかな。タブレット充電してないから不便やな。ていうかアンジュさん配信するんちゃう。アンジュさんのアバターかと思ったら違かった。上田和樹さんギフトありがとうございます。アンジュさんのアバター欲しいな。うん、もう一回またアバターガチャせえへんかな。え、だってアバチャガタやってアバターガタしたらアンジュさんのとこで投げれる可能性が高くなるってことやで。貢献もできるしいつも充電ない、なんかな使ってなくても減るねん四つ橋線。アンジュさんの配信みたい、今日するんかな、分かれへんけども、かわいいな、もうかわいいな。これ出すやつやんな、提出物やんな。提出物こんな雑にまとめてて大丈夫だから、うん、あーこれ聞くの忘れた、もう。エノルマ、あ、ノルマ、あ、ノルマ今度アンジュさんにやったら2つ質問する。嫌な、なんか質問多かったらさなんか嫌じゃない、分かれへんけど嫌じゃない。だってさなんかめちゃめちゃ聞かれるやんってなってさ重く気負ってしまいそう、気負う、うん、気負ってしまいそう。なんかいつもあったら質問やからなーってなったら嫌やからしない。うん、だって嫌やもん、したいけど今日合うやん、確かにね、合うけど、合うけれども、合うけど嫌だ、疑問ですか否定ですか、疑問です。アンジュさんに質問です、住所は。えぐー行く気満々やん、とつるってこととつるってこと。え、アンジュさんの家とか行ったらもうガッチガチやろな、こんなんやと思うわえ、いやアンジュさんのとこにさ投げたとしてもさ、アンジュさんが出るわけではないということやったとしてもさ、だいたいさなんかそこで投げたらさ、なんかさ未来さんの配信行ったら未来さんのやつが出たりとかさ、なんかあったからさちょっとだけ可能性が上がるんかなとか思ったりしたの アンジュさんはは、神戸の偉人感らしい、おもろ。よし、ランキング読もうかな。あれ15分経ってるよな、余裕で。
あ、まだ配信終わってないから22になってるんか。なるほどね。で13位が新アットマークのエルさん、ありがとうございます。12位が RC さん、ありがとうございます。11位が鉄板23円もんさん、ありがとうございます。あれ、あ、10位が野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。どこまで行ったかわからなくなった。まだ3人しか読んでないのに9位がまちかねぐきたるさん、ありがとうございます。8位がやん008さん、ありがとうございます。7位がしまりささん、ありがとうございます。なんか噛みかけたな。6位がなる兄さん、ありがとうございます。5位がコーナーさん、ありがとうございます。4位がワンタンメンさん、ありがとうございます。3位がたてちゃんさん、ありがとうございます。2位がムーチョさん、ありがとうございます。1位がジョンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ペンギンペンギンペンギン頼むから今の瞬間でもまなべさん見ててくれ。やだー、見なくていい、見なくていいよ、見なくていいよ。ラッキョ持っていきや、おもろラッキョ好きですよねってめっちゃおもろいやおもろ。コーナーさんギフトありがとうございます。上田和樹さんもギフトありがとうございます。伊達ちゃんさんもギフトありがとうございますラッキョ、ラッキョ好きですよねって言って持っていく、めっちゃおもろいやん。上田和樹さんギフトありがとうございます。嬉しいと思う？やだー、話すんはいいよ、楽しく話できたらいいやん、ね、ラッキョ、ラッキョ箱ごと、箱ごと買ってラッキョ好きでしたよねって、もう思いこう通り越してすがすがしいけどなおもろいと思うしかもシオンさんの卒業公演やのに。ジョンさんギフトありがとうございます。おもろ、ほんまシオンさんにさケーキ焼きたかったやん去年から、けど機会がなかった。またいつか会えたら渡したい。でもケーキよりドーナツの方がいいんかなとか思って、ドーナツやったら作られへんかもみたいな感じになって伸びてしまったんですよ。そう、上田和樹さんギフトありがとうございます。ということでありがとうございました。はーい、バイバーイ。